はいお疲れ様でございますいくいく選挙チャンネルういくちゃんです今日も動画始めてまいります今日も衆院補選えー、東京15区ですねえー、明日投開票となりました今日無事、えー選,えー、選挙のね活動終わりましたまあ、無事じゃないですね東京はねさっぱり無事じゃないですが 最終日だけはあー、やからも自分たちの運動をしたようで、えー、各候補者、無事に選挙活動を終えたようです。で、私ですね、本当ね、今日ほどね、えー、もう悔しいことはない、もう言っておけばよかった、これまでね、もう何日も足運んだのに、今日行けなかったことが、本当に、えー、江東区にですね足運べなかったこと、本当に残念です。 門前仲違いけなかったことが残念です。はい。ということで、えー、さよなら自民党は今日はつけません。もうそんな小さい話じゃないと思います。ね。内閣総理大臣飯山あかり。ね、日本保守党、衆院補選、東京十五区、明日投開票ということで、お話しさせていただきます。まあ、あの、日本保守党のこの活動ですね。 書くとまあ見てきましたけどなんかこう楽しそうなんですねえー、皆さんがこう手作りでやっている感じがあって、えー、でそれぞれの立場で、えー、それぞれのもうねえー、仕事をしているというところがよく見えましたはい、えー、平井さんも楽しそうにいつもねあのしてるんですよねもう百田さんも <laughs> もう あ,あることないことって言ったら怒られちゃうかな、あのーまあ、選,選挙、選挙、まあ、これあのウグイスういらなかったんじゃないかっていうぐらい、えー、百田さん話してましたね。で、えー、っとですね、まああのー、私はです、ね、ここに出られてる候補者ね、えー、どなたもお各党素晴らしい方だと思うんですよ。はいえーまあ、ちょっとね えー、時々批判めいたことも申しましたが、皆さんね、えー、ちゃんと実力がおありの方だと思うんですね。で、それをですね、その中でですよ、その中で、やはり、えー、この飯山さんだけはちょっと別格だったかなっていう気がしました。まあ あのーまあ、ちょっとあの、無所属の秋元さんはちょっと置いといて、えーね、それなりに、えー、名前があるし、活動してきた方ですよね、えー、この輩にしても、なんかノートでなんか稼いだ方らしいですね、まあ、そういうところでは行動力があるっていうことなんだけど、それをこう正しいところに使っていないっていうね、あのフォースの局面に落ちているっていうことなんだけど。 皆さんね、あのーまあ、ここまで来てるんですから、あのー、そういう方々だと思うんですが、ただその中で、飯山さんがちょっと別格だと思うんですよね、えー。大体ですね、抽象的なことが多いんですよ、他の方々は。それと、まあ、特にえの女性陣は、ですねその母親であるとか、その病気したとか、あの看護師だったっていうところで、結局は、福祉の話をするんですね。 乙武さんももちろんそうなんですよね。で、福祉の話をされちゃうんであれば、別にそうしたら誰でもいいんですよね。で、須藤さんもなんかスポーツで元気にする的な、うん、まあごめんなさい、深く聞いてなくて、須藤さんごめんなさい、あんまり印象残んなかったんだよね、えー、するんですよ。その中で、飯山さんだけしっかりとした国家感を持っていて、やっぱね、国会議員ですからね、 県会議員や市会議員じゃないですからね、そのあたりのこう思想をはっきり持ってる方が、もうなるべきだと、えー、通るべきだと私は思うんですよね。で、あの飯山さんの弁説を聞いていて、えーね、今の自民党の外務大臣だとかあ、官房長官ですよ、ああのー、今、林さんでしたっけ、林さん、その前、松野さんだけど、その彼らよりも、 多分飯山さんがやった方がよっぽどすきっとすると思うんですよね、えー。以前はね、私、有本さんが官房長官やったら面白いかなと思ってましたけど、飯山さんでもいいですよね。飯山さん、いいな。外務省、あの外相やって、えー、官房長官やって総理になるっていう、そういう道が開けたらいいなってね、まあ、当選してもたった一人なのに、その党に何,何言ってんだって、何言ってんだお前ってことなんですが。 まあこれ分かんないですよ、まあ、そんな1年2年で起こることではないですけどえこのまんま飯山さんに続くような候補者が現れて、えー、その数を増やしていった時に自民党が今のままちょっと残るのかどうかも分からないし、えーね、あのこ,こ,のこの日本の政治を作ったのは自民党だけじゃないですからね野党には責任がありますからね特に旧民主党だった。 立憲民主党には大きな責任があると思います。結局、今までの枠組みではだめだったってことなんですよね。で、その枠組みの中に従って、えー、その中で、こう、なんかね、純粋培養されたような、なんか、あの綺麗な女性が出てきても、やっぱりちょっと、本当にお仕事できるのかっていうふう、えーえー、に私は見ています。あのもちろんね、 じゃあ、飯山さんが一人出たからといって、明日からじゃあ消費税が下げら,下げられんのかとか、LGBT 法案を廃案に、えー、できるのかといったら、それはもちろんできません。ただあの、そういう考えをはっきり持っている、それを貫くんだっていう意思を見ることなんですよね。えー、どうせ、乙武さんですよ。 あの安全保障だって憲法だって言ったって1人だったら何にもできないんだからいいんだみたいなそういう雑な、ねえー、方にはやっぱほんと皆さん入れて私はですね入れてほしくない、えー、結局福祉の話しかしないなんかこう1人もね置いてかないんだとかみんな救うんだみたいなそういうきれい事だけで政治はしてほしくないと思うんですね。 その点やっぱり飯山さんは地元に何も利益は引っ張ってこれないけど国の仕事をしますよってはっきりしているそこにおいては飯山さんが立場が一番明確と思いましたでもし飯山さんがいないんであれば私この子だったらまあ吉川さんですね吉川さんもその演説に力がありました、えー、酒井さんと金沢さんは残念ながらちょっと上滑り感がありました私の印象ですよはい とあのまあ、前,前回も言いましたけど須藤さんはそんなあのい強い意志を感じないというところですねでやっぱまあ私は乙武さんは論外で、えーまあ、活動家にしか見えませんでした、まあ、優秀であるということは頭いいって皆さんおっしゃるんだからそうなんでしょうとは思いますが、えー、やはりですね思想がちょっとリベラルすぎる。 というところで、で、えー、憲法のこと言われて、今回ちょっとお茶を濁した。で、し,しまいには憲法なんか一人じゃ何もできないんだから、そんな話しなくていいんだっていうのを、えー、まあおっしゃってたんですね。その出元はですね、あの、まあ、リハックの後場みたいなやつあ、ニコニコの方で衆院東京15区。 補欠選挙最終日に立候補者が集うっていう,う候補者がですね時間を与えられて話するコーナーがあるんですねでそれを乙武さんと、えー、ひろゆきが来て話してましたけどちょっとこれは雑ひどかったはいえー、やっぱりうん、まあ、また私は乙武さんには入れてはいけないと思いましたまあ あのー、今日の写真がなかったので、これまで撮った私がちょっとね気に入っている写真をこう並べていきますが、えー、本当にね、あのー、飯山さんが通る、で日本保守党の,この活動が実って通るっていうことが起きると、これから選挙のあり方から変わってきますからね、で選挙が変われば、政治家も変わりますよ。はいで今日もあののー、富岡八幡宮の前 道路の反対側まで人いましたからね、一説には3000人集まったっていうことですから、で皆さん、神妙に聞いていましたし、えー、手拍子も起こるし、あのー、素晴らしいマイク収めだったですね。これも、もう皆さん、すでにご覧になってますね。えー、マイクああの、リンクの方を貼っておきますので、ご覧まだの方はご覧になってください。ね、撮ってくれたユーチューバーの他の YouTuber の方がいらっしゃいました。でやはりでですねここで えー、日本保守党がま閻魔さんが良かったのは、この地元の方にこうね。いち早く。認めてもらえた。それが大きかったですよね。えー、それあのー、そ,そのそれによって、この富岡八幡宮の前をちょっと会場にすることができたと、ここだけちょっと広いんですよね。あの歩道から参道に繋がるところにスペースがねありますから。あのー、交差点よりも。 門前町の交差点よりもはるかにあの多くの人がここに集うこと,が聞くことができたということなんですね。まあ、はい、これも私が見に行った初日ですから、まあ、初日ってことないか、これはいつだっけな、えー、と20日ですね、4月20日ですね、20日の夜ですね。 でやっぱりもう、まあ、あの何度か申しましたが、な,なぜ総理大臣か、あの外相やって、官房長官やってがあの、総理大臣って、本当にそういう人材じゃないかと、もう江東区はそういう人材を得たと思うんですよね。で、おそらくですね、本当に、あの有本さんも百田さんも、この選挙のね、この活動のこの期間で、えー この飯山さんがここまでねあの化けるというかもうポテンシャルがある、えー、もともともう怪物だったのかということにこのあの初めて気づいたんじゃないかとお思うんですねですからもうこの人は私はね落としちゃいけないと思うんですよとにかく今までのお政治に飽き足らない誰がやっても同じじゃないかと思うんであれば今までと違う 投票行動をしていいたただきたい私も今回のこの東京中国を見ていてそう思いました。自分の区でも入れる人がいないと思っていましたけれども、私はですね、これまでの人たちがダメだったんであれば、新しい人に入れるということですね。まあ、新しい人がね、立ってくれないんですよね、うちの選挙区もね、えー。私はね、維新はですね、ダメなんですよね。うちの選挙区の人がですね、まあ、維新なんですけど。 あのあのロシアがウクライナ侵攻した日だか、その日だかね、まだ間もない時にね、もう電動キックボードの試乗かなんかしてましたからね、地下駐車場でね、遊んでましたからね、あれ見ても本当がっかりしたんですよね、でもあれからもう、もう維新はもう二度と入れないという決めましたけどね、もう実は私、その,候補あの,その先生にですね手紙まで書いちゃいまして、<laughs> あのかなり非難しました。 あんなタイヤのちっちっゃいものでそれもも結構なスピードが出るもしね石ころねカンからがあったらすっ飛ばされますからねもうあれだけねヘルメットのかぶり方からあのオートバイの右折まで厳しく取り締まってる警察がですねなんであんなものをね許可したのかっていうとやっぱり、まあ、それは政治またですよね政治案件ですよね。もうそういうのが見えてそれを史上一生懸命くるくる回ってたのも維新にはほんとがっかりしました。 まああのー、いろんな表情があると思うんですがもうねちょっとおどけた感じとか変顔とか言われましたけどまあそれは本人のまあパフォーマンスであって、えー、私はそこも楽しんで見ていたまあ、あのー、自分に時間が与えられない、えー、反論の時間を与えられない時のた時に、えー、そこも利用してパフォーマンスしていたんだなっていう理解です。はい こういうねあの厳しい目というか、その演説もですね、えー、力のある演説をしていたのは飯山さんだけです。はいもう江東区の皆さん、ね、もし迷っている、それか明日あのー、選挙に行かない、えー、行くつもりがないという方もですね足運んでいただいて飯山あかりと書いてください。私は た多分それをあの多くの人が望んでるんですよね、これね、飯山さんがもしこれ、あの全国区だったらとっくに当選してるっていうふうに言う方もいらっしゃいました。まあ、あの3000人、富岡八幡宮の前集まってたとして、その中で何人があの江東区の方か分かりませんが、まあ、少なくとも半数以上はいるでしょう、あの時間にあの、ね、門前仲町にいるっていうことは。まあ、そういういことで えー、あのねあの監修っていうのかな支持者の集まり方を見て百田さんは自信を持たれたようですが私も改めてその画像を見たときにちょっと鳥肌が立ちました明日の投開票が本当楽しみです私実はですね明日も仕事でそれをですねゆっくり見ていられないんですよね、えー、ちょっと仕事の合間に、えー、ねチラチラ見るようなことになると思うんですが本当に、うん、あの皆さんね えー、江東区にお住まいの方はぜひ、それからお友達がいらっしゃる方もぜひ、山あかりと、それからわ本当にこれ、あのー、ねどっか飲み屋に行って、もうそ,こにそこのお姉さんたちにもね私、勧めたいぐらいですよね、もうそういうぐらいしか手がないんですけどね、えー、絶対あの、まだ投票に行かれていない方、行きましょう。はい こちらも朝の出撃風景ですね。これはいつだったかなこれは21日だったかな ?23 日、21日かな ?21 日のおこれから外線、あのー、に出るところですね。はい。これはカメラ目線もらえたのかなちょっとね、えー、ちょっと絵が荒くて分かりづらいですが。はい。ということで明日、明し4月28日、 衆院補選投票に行きましょうと、ね、えー、ご親戚、お友達が江東区にいる方は、ぜ、え、ひ、ーえーまあ、LINE でもね、えー、構いません、えー、行ったのって。<laughs> あの SNS はいいそうです、メールはだめらしいですね。面倒いかないっていうことは、これまでと何にも変わらないよ。もし これ、飯山さんが通ると、その変わらなくないよ、なんか新しいことが始まるよということで、えー、ぜひ、えー、投票をお願いいたします。それとですね、まあ、これはあの総選挙ですね、あしあの投票にはございませんが、えー、最高裁の裁判官、えー、国民審査がありましたら、罷免を,を求めてみましょう。おそらく、今回、多少ね、今までより率が上がると思うんですよね。えー、そういうことで、こう、ちょっと新しいね、 あの風が入ればといいううふうに思います、はいえー、経産省のね、えー、女子トイレ、それ自称性が女性が使ってもいいんだよっていう判決が下りた件から、あね、これが全国に下手に判例として広がるかもしれません、ね。何が起こる、そんなことをしたら何が起こるか分かりませんので、皆さんね、こんなことを認めてはいけません。裁判官、どうかしてます。はい、ということで、日本豊かに強くということで、 えー、この、うん、飯山さんを、ね <laughs> まあ、ノルマンディー・ジョージック作戦と称していましたが、その後に続くう私は候補者がどういう方になるのかも楽しみです、そこは百田さんと有本さんの腕の見せどころというか、確かにこれはあの、えー、百田、有本にもまず立候補しないでどうするんだみたいな言い方がありましたが、そうではない、新しい党、新しい 新しい政党の作り方、えー、選挙の仕方っていうものが、ここから始まるかもしれません。えーとえー、選挙の常識、政治の常識が変わるかもしれません。変えるですね、変わるじゃないですね、変えるかもしれません。そういうことに、ね、期待してですね、私も早く次の選挙で自分が投票する立場になりたいと、はい、思いました、はい。本日も最後まで、えー、動画をご覧いただき、ありがとうございます。 明日ですね。明日ですよ。明日が楽しみです。皆さんもとにかく選挙行きましょう。ね、投票行きましょう。えー、江東区の方お願いします。まあ、しつこいですね。今日ね。はい、ありがとうございます。それに、それでは、これにて、この動画失礼させていただきます。ありがとうございます。